世界中にファンを持つ日本のデニムブランドリゾルト。このデニムを着こなすコンテストがこの春開かれました。グランプリに輝いたのはなんと米子市の男性。そのおしゃれのこだわりとは。おしゃれな服やパンツで埋め尽くされた衣装部屋。素敵なアイテム並んでますね。そしてこちらが長谷川さんです。米子市に住む長谷川勝さん52歳。2人の子供がいるお父さんです。長谷川さんはこの春行われたあるコンテストで見事グランプリに輝きました。スマホで見てたら一番最後に乗っててびっくりしかなかったです。嘘キャーってみんなが家族中が言って。そのコンテストとはファッションオリンピック。自粛期間中に家でもおしゃれを楽しんでもらいたいと徳島県にあるセレクトショップが企画しました。ちょうど世の中があのコロナのもう本当自粛とかちょっと辛いニュースばかりが多かったので、お洋服を販売する仕事なんですけど、一緒にワクワクとかをお届けしたいっていうので。コンテストのテーマは自粛解除後のお出かけファッション。コーディネートにリゾルトの白いパンツを取り入れることが条件です。応募は世界中から集まりましたが、長谷川さんのこの写真が頂点に立ちました。大体娘とか奥さんとかと一緒にいるので、どこかリンクさせていったら今回こうなったという感じです。ちょっとこれだけをちょっとさせて、まあ、女の子なんでワンピースでそれだけの色目をつけて、あとは自粛が明けたら家族で旅行に行きたいという思いを込めた一枚です。スタッフ全員一致でこの方にしようってなったんです。お子さんとこうリゾート地に行くのだったらこういうファッションがいいねっていうのでされてたので、着てる自分だけじゃなくて本当一緒にいらっしゃる家族ですとか第三者から見て季節感だったり TPO だったりっていうのでこう素敵だなって思っていただけるファッションがいいなとは思います。長谷川さんが普段のコーディネートで大切にしているのが子供や奥さんとのリンクコーディネート。色や柄素材を合わせ家族でおしゃれを楽しんでいます。さらにサイズですね。自分の体のサイズを知ってちょうどいいものが着たいですかね。こだわりはパンツの丈にも現れています。絶対にくるぶしとか靴とかでこうクッションしないものが、特に男性とか日本人の人はちょっとでも足が長かったりお尻が上がって見えるのかなっていう気はしますけど。目安はかかとから10センチ。シンプルな中にこだわりが光る長谷川さんのファッション。新しい自分に挑戦してみたいという世のお父さんたち。長谷川さんのように丈にこだわり家族で楽しめる洋服を選んでみてはいかがでしょうか。